戸田市新造戸田市新天那元年11月14日は江戸時代前期の大名。美濃大垣藩の第二代藩主。大垣藩とだけ三代。大垣藩初代藩主、戸田市鉄の長男。母は松平康長の娘。性質は牧野忠明の娘。子に、戸田市西、戸田新玄、戸田市春、戸田市里、戸田市広史、戸田新東。 戸出し方、娘、娘、娘。にはに、十四にした、うねめせい。長四年十一月十七日生まれ、陽名は新次郎。慶安四年十一月、と私鉄が隠居したため家徳を継いだ。明暦元年、私鉄の遺言に従って、弟の戸田氏常に四千国、四男の尻に五千国をそれぞれ分与した。その後、 学名により二条城の石垣武人などで功を挙げた。また、父同様に反省にも尽力し、反省を安定化させた。漢文十一年、家督を長男の死に死に譲って隠居した。漢文十二年、牧野氏菩提寺の大恩寺に三門を混流した。天羅元年十一月十四日に八十三歳という長寿をもって大垣にて死去した。法号は、 天ホマレイツ環境理員。ありがとうございます。